日本鹿児島県霧島市国部中央国部中央は、鹿児島県霧島市の町名。旧国部市中央1丁目から中央4丁目。国部市中央1丁目から中央6丁目。国部中央1丁目から国部中央6丁目まであり、国部中央1丁目から国部中央6丁目までの全域で、住居表示を実施している。郵便番号は899-4332。 人口は7623人、世帯数は3753世帯。国部市街地大隅国分寺屋と、国部城の周門霧島市の南部、国部平野のほぼ中央部に位置している。町域の中央部には、霧島市役所や霧島警察署などの行政施設が多く所在しており、霧島市の中心部となっている。町域の北方には、国部清水、国部府中、南方には、 国部福島、国部松目、国部へ、小川、東方には、国部山下町、国部名場町、国部白山町、西方には、国部向き、花町、国部府中町、国部野口、国部野口東がそれぞれ接している。町域のほぼ中央部を、鹿児島県道65国分切りしませんが、南北に通っており、国部市川跡交差点を中心として東方に、向かって、 鹿児島県道472号尾東山寺稲線、西方に向かって、鹿児島県道471号北、A 野田オバマ線が通っている。県道472号は、国部市川跡交差点より、国部市中央一丁目交差点まで県道60号と重複し、西方に分岐している。西端には、国部駅が所在しており、その北方には、 霧島市立国部中央高等学校や第一工業大学、第一幼児教育短期大学が所在している。麻生駅の東方には国部城跡があり、現在は霧島市立国部小学校及び鹿児島県立国部高等学校となっている。1974年に国部市場がは、向井花、府中、清水、松に、福島の各一部より分割され、 中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目が設置された。1984年5月1日には、中央一丁目、上尾川及び、清水の各一部より、城山町が設置された。1987年12月1日に、中央丁目の丸の三陽数字の部分が、関数字に変更され、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、 中央4丁目にそれぞれ解消された。また同日に、大技向き花、大技松木及び大技福島の一部より、中央5丁目、大技上川及び大技福島の一部より、中央6丁目が設置された。2005年11月7日に、国武士が、早戸町、福山町、溝部町、霧島町、牧園町、横川町と合併し、霧島市となり、 それまでの町名であった、中央一丁目から中央六丁目に国部を干渉し、国部中央一丁目から国部中央六丁目に改消された。同時に、国部向き花の一部を国部中央三丁目、国部松木及び国部福島の一部を国部中央五丁目にそれぞれ編入した。公共教育郵便局私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 国武駅県道九州旅客鉄道日報本線、ありがとうございます。